沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます。容赦のないキック攻撃です。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。組みに行きます。フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。ここでタッチです。あっと、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、倒してまいります。掴んだ。クラシカルなエルボースマッシュ。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。ドロップキックを見舞ってまいります。ブロックします。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。顔面が歪みます。チョップがうなってまいります。抱えます。エルボーを入れていきます。行くのか。投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。コーナーに振った。あーっと、ラリアット。いやらしい顔面へのキック。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。抱えます。振りほどきます。掴みます。チョップを連続で打ち込んでいきます。回転してまいります。サンセットフリップ。掴みます。させません。スイッチしてまいります。フロントからのキック起こします。蹴ってまいります。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。起こしてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。重いチョップであります。スイッチしてまいります。掴んだ。ヨーロピアンエルボー。腕をフックします。あっと、エルボー。掴んだ。逆に返します。ロックアップ、倒してまいります。館内がどよめきます。スタンディングを取らせます。行くのか。切り返します。ウルネルソンの体勢、エルボーでブロック。ラリアット左腕、引き起こします。掴んだ。パンチで返します。抱えます。あと、リバースで返してまいります。テキサスクローバーホールド。グラウンドの締めに転じる。ガードした。バックを取ってラリアットエンジン。このポーズ、逆肩エビで一気に決めていった。
これは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。ダブル AR スペシャルで強烈に締め上げる。いけるか。あっと倒していった。チョップ首筋、タックルぶちかわし、引き起こす、小脇に抱えた、エルボーで返す。ここでスイッチ起こした。掴んだ。エンドレスな逆水ヘッジアップ。サンセットフリップ、抑え込んで。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。組み合った。あと逆に投げていった。もう泣いている女の子もいます。倒していった。カイナ力で締め上げるダブル AR スペシャル。いけるか。さあ万事固めの体勢だ。組み合った。対角線に飛ばした。チョップとグーが襲いかかる。立たせていく。腕をフックした。 DDT。 抱き起こす。ブレンバスターで切り返した。さあタッチ。5分経過。15ミリパー。ガジェット組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ストンピングを叩き込む。ブロックした。見栄を切った。小股に挟んだ。勝ってしまった。パワーボム。カウント 2.9。ここで持っていくのか。抱えた。危ないですよ。スイートグランカか。エビに固める。ここでロープブレイク。張り手フロントキック。いけるか。ロープに振って組み合った。巻き投げで切り返した。奥歯を噛みしめた。力任せのパワーボム。2カウント、まだ足りません。頭を掴んでさせません。組み合った。コーナーに振った。